で帰ってきて、お風呂に入り、寝る直前なんですが、寝る前にこちら聖杯背徳等作りたいと思います。こんな感じのものです。ザ・漢方という感じなんですが、これは今から6日分これをですね小分けにします。で、38g を1袋に入れて水2リットルの中に約2時間そのまま寝かせると書いてあるので、わかりますか、2時間そのまま寝かせると書いてあるので、まあ厳密に2時間じゃなくても一晩中水につけてれば大丈夫なんじゃないかなと思って、ひとまず入れようと思います。美味しくなれ、美味しくなれ、グツ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 で、おー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よし、あともうちょっと、あと30分。おー、グツグツいっております。えい、じゃーん、すごい、ザ・漢方の色。おー、このグツグツした状態で、3分煮立った後、もっとか溢れないかな。うちの土鍋ちっちゃいんですよね。ちょっと火を強めて、もうちょっとかぐつぐつ。えい、これ今マックス。あれ、弱まっちゃった。メネ君、火止めてください。はい。ではせーの、じゃん。うおー、すごい、こんな感じになってる。これ何？漢方1時間聖杯背徳等だよ。これあの影山先生がコロナにも負けない肺を作るといった教えてくれた、処方してくれた漢方です。こんな感じになりました。でこれを鉄筋で買いました。これに今から移す、冷ましてからね、移して毎日180ぐらい飲む。 180? そしたらもうガクガクガク元気いっぱい。痛くないね。だけど、胸くん、あれだよ、180って本当にちょっとだよ。え、どんぐらい、こんぐらい、湯飲み1杯ぐらいじゃない。お茶飲む湯の、ちっちゃい湯飲み1杯、1杯ぐらい。はぁー、ね、どんな味がするか、冷めたら飲もう。うん。さあ、聖杯背徳等が出来上がりました。ご覧くださーい、じゃーん。おぉ、こんな色。ムネ君、どんな匂いがする？なんかスースーするみたいな。そうだね、ちょっとね。で、こちらをこの100均で買ってきたボトルに入れ替えます。で、こっちのよいしょ、だし柄ちゃんは、ムネやるもん、ちょっと待って待って待って、だし柄ちゃんは絞って乾燥させて、それから入浴剤として使えるということで、ムネ絞る、ムネ絞る、ムネ絞る。でも穴開いちゃうから気をつけて。うん、もう洗いすぎ、だからここから出ないように気をつけて、ぎゅー、はい、もうだいぶいいでしょ。はい、絞ったらここください。では、まあいいか、うん、まだ汚れると思うからね。はい、でここに入れるよ。せーの、胸下持ってて、うん、うん、いい、いくよ。じゃあ、うおー、すごい色じゃん。ママ、はい、少しだけこぼれましたが、しょうがないよ、だって夜間とかじゃないからさ。で、2リットルのお水でってことだったんですけど、最終的には煮詰めてこれぐらいですね。これね、1800入るやつだったんですけど、ちょっとやっぱりこのぐらい少なくなったね。で、これいよいよ飲んでみます。これにこのラフィノースというのを入れて、どんどんあのお腹にいい菌を増やします。飲めるかな、ムネ君。飲める、ママ開けていい？ちょっと待って、透明なコップ。明日ムネハッピーだってね、この猫忍者くんのドラゴンが届くんだもん。このコップに入れて飲みたいと思います。で、これ半分こだよ。よいしょ、ムネが入れる。
半分かわかんないでしょ。わかるわかる。じゃあ半々ね、ムネ君が入れてくれるそう。じゃあママが大丈夫って。いやいや、そんな自分の感覚じゃないとわかんないから無理。オッケー、こんなもんですね。で、割ります、2人で。じゃあムネがやる。何でもやりたいお年頃ですね。よし、で、ここ押して、はい、じゃあこれでお願いします。こぼさないようにね。わかった。で、ムネ君180なの。ちょっと待って、じゃあ測ろう。毎日これを 160cc 前後だ。 160cc はムネ君ここでいくと、あ、わかった、160ここだね。うん、オッケー。じゃあお願いします。これに入れて一回一回測りましょう。はい、どうぞ。じゃあママが OK って言った。うん、はい、はい、OK、これぐらいですね。じゃあ、はい、まずママの味見してみる。そうしよっか。ちょっとね、あ、ふた閉める。飲めなかったらね。で、くるくる混ぜます。あ、無理やる、無理やる、無理やる、こぼさないようにね。ムネ君が今かき回してくれてます。ラフィノス溶けた、多分。うん、それが甘いんだって。オッケー。では、早速、じゃ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 ーん、聖杯杯毒といただいてみよう。ムネから、ムネからいく、ママからいく。どんな顔、どんな顔見せて、お顔見せて。普通のお茶。あ、普通のお茶。うん、じゃあいただきます。あ、全然苦味とかもなんかそんなに嫌な苦味じゃないよね。うん、なんだろう、別にピーマンとか食べれる人だったら全然大丈夫じゃないですか、これぐらい。もしここに、そうだな、蜂蜜とかを足してもいいそうなんです。やってみたい。やってみる。ママは全然これぐらいで飲めちゃうけど、ちょっと入れてみますね。どれぐらい？最初少なくで。で、混ぜて。よいしょ。じゃあ、ムネ、まず味見してみるね。うん。じゃあ、これでどうぞ飲んでみてください。どうだろう？甘くなった感じはする。本当？うん。これぐらいだったら全然飲めるね。なんかやっぱりあれだけの生薬が入ってるから当然複雑な味はするんだけど、でもね、うん、なんか苦味はちょっと弱い人はもうちょっと足してもいいぐらいだね。ムネ君はでも意外と大丈夫。ムネはちょっとだけ苦いかな。苦いだけど飲めないこともない。うん、多分。さあ、じゃあこれムネ君にあげる。あ、大丈夫。違う違う違う、ママも同じ量飲むの。これを2人で毎日飲むんだよ。じゃあもうちょっと蜂蜜そっか。じゃあムネ君のお好みで蜂蜜、はい、どうぞ。はい、どれぐらい入れるんですか。うわ、太るやん、も入れると蜂蜜といえども。甘っまあでもこれぐらいかな。ローズヒップティーに蜂蜜入れて、まあ飲んでる感じだね。どうかな、飲めますか。影山先生もチェックしてるよ。ムネ君飲んだって。でもこれを飲むことでいいことがいっぱい。すごいね。だって喉の痛み、咳、痰の絡み、微熱、倦怠感とかね、全部2日とか5日で回復してたりで、重症例とかでも肺の激痛とかそういったもの、呼吸困難とかもこれを飲んで2日目から改善が見られてるっていう、まあ、例があるんですって。うーん、すごいね。うまい。ほら飲んじゃった。あとさ、うん、一番さ、うん、胸さ、甘いと思ったのが、うん、一番もう奥に蜂蜜が最後に溜まってるわけよ。うん、だからこうどんどん飲んできて、最後の、うん、最後までこうお茶だからなくなってってやっちゃうと、うん、その苦味なんだけど、こう最後まで飲むと蜂蜜が出て、うん、ちょっと苦味が治る。ということは後味が甘くていいってことだね。うん、いや苦いで終わるんじゃなくて甘いで終われるからいい。これなら毎日飲めるね。うん、よし、じゃあママたちは予防のためにこれを毎日飲みたいと思います。ママの作ってくれるの。はい、あ、もういい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 、測ってなかった。で、これでもうちょい、はい、ストップって言ったらやめて。はい、ストップ。これぐらいじゃないか、さっきムネが飲んだの。うん、ね、ママは蜂蜜いらない、もうこのまま。いや、蜂蜜最後がめちゃくちゃ美味しいから飲んでみない。あ、そっか。じゃあ、まあ、そういうこと
外であれば入れようかな。でも蜂蜜入れても効能は別に変わらないっていうことでしたので、はい、だったら入れた方がいいか。甘いよ、めちゃくちゃ。本当？胸いっぱい入れてたの。うん、美味しい。あ、でもいいね、あの苦味と甘みのコントラストが。うん、うん、何コマネチしてた。うん、最後まで飲みな。そうするとね、今で見える通り、ね、あ、ここね、ちょっと違う、ここここそこ、ここに溜まってる、ここにね、分かった。これを飲み干せばで、最後甘い。最後、もうちょっと飲めるよこれ。うん、終了じゃないこれで。じゃいい、もうこれでありがとう。飲みました。はい。ということで毎日飲みたいと思います。みんなもこれ使ってみてね、うん、あとコメント欄もよろしく ね、グッドボタンもよろしく ね、あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録わからない人はぜひコメント欄にも聞いてみてください。誰に聞くんですか。胸掘り胸掘り、はい、わかりました。お願いします。ポスポン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 